本当に、あれ、あ、え、サタデーやるのか、サタデーマジお金全部使っちゃったって。とりあえずこれリベンジだな。無理じゃね。ちょっと待って、どうしよっかな。そっか、右手で、そうだ、あー、右手にもシフトあるのいつも忘れちゃう。うまい、やったか。いやー、やってない。フラグ立てちゃった。あ、わかったわかったわかった。ちょ、もう一回やらせろ。いつも同じとこで死んでる。まあ、ここまでは順調と。まあ、こっからなんだけど、ピザのギリギリを当てる。こういうこと、こういうこと。あんまり動かない。不動の精神。ほら、うまくない？で、上下運動だけを、あー、ちょ、これこうなってくると厳しいんだけど、まあ、弾打ってくるでかいピッツァは全部やったから、あ、ちょ、これどうする？いや、今のは。いや、今のは。今のは。あと2回。あ、違う、あと5回。あぶね。あぶね。あ、はあ、はあ、助けて、誰か、く、無理。もうやんない。I am a candy cadet. Come get your candy here. ああ、1000個。A story about a kind man who would visit five orphans and bring them toys and gladness. The man lived alone and lived in fear that someone might break into the house of one of the five children. So he adopted all five and brought them together in his own home. He promised them to never leave them, and they promised to always come home and never stay out too late.He left one day to buy food, his heart being filled with gladness. なんか話してる。To find that the burglar had chosen his home and killed all five of the children. I'm killed. The man could only afford one coffin, so he stitched the five bodies together to make one and buried the child. That night, there was a knock at the door. ちょ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 。6000。6000だし、なんかめっちゃ喋ってたし、怖っ。え、なんつってたんだろう。翻訳して、ステージ増やすか。これ買って、まあフォクシーあたり買おうかな。フォクシーだけエンターテイメント8なんだよ。あ、でもちょっと高いのか。僕ね、ロックスターポニー結構好きなんだよね、声とか。で、アニマトロニクスもう1体置けるんだよね。あ、めっちゃ安くなってる。まあニットベア買って、いやー、まあニットベア別にな。うわー、安くなってるけど、あ、安くなってるけどリスクなくね？パーティシングアップ、ハイティングインサイト。え、別になんもなくね？え、これ欲しい。え、これ買おうぜ。リスクないんだったらいいよ。はい、ロックスターポーニー。で、リスクを打ち消せないのはなんで？あれ？まあ、これでアニマトリニクスが4体並んだね。あれ？リスクつかない。まあ、いっか。もう一回キャンディキャデットさんやってみる。I am a candy cadet. I am a candy cadet. 750。あ、maybe told you story？ なんかタイミングとかあんのかな？ちょっと待ってから押してみる。プレススペース。ここ。やっせ。あ、え、話し始めた。ん？さっきと一緒じゃね？あ、めっちゃもらえる。さっきと違う気がするぞ。なんつってんだろう。僕には全くわからなかったんですけど。あ、オーバイルエレファント買えばよかった。あ、石油パペ買えばよかった。でも高いから買えねえか。まあ、お金余ってるけど。終わりにするか。え、これってさ、もう一回あのタスクの作業入るのかな。リスク消したいんだけど、君やりましょうか。どうなる。土曜日だけど。マジかよ、マジかよ、やりたくねえよ。どこ、めっちゃ遠い。
いや今のはねめちゃめちゃ落としてたいやどこかなってこう見ちゃったけどな、さすがに早いわ。えてかナイト6じゃねこれ。しかも相変わらずベイビーしか出てこないんだね。いたわ、早っ。あーめっちゃここにいてくれる。あーちょっと移動したな。やっぱ換気扇やばいのか。左から、あ違う右から音しない、気のせい。大回りしてきやがったあいつさっきもそうやって襲ってきたのか。なんでだよ、おかしいおかしいおかしい。オッケー、下がってる下がってる。バカめ、なめんな。換気扇がやっぱりねめちゃめちゃこっちにおびき寄せてる感がある。パソコンの電源切ると換気扇がめちゃめちゃ働く。すごい勢いで温度が下がっていく。あ、地震来た。リアル情報。あーめっちゃ離れてるけど今移動したな。ホラゲやってる時にさ、なんだろう、ポルターガイストじゃないけど実際の災害来るのやめてほしい。やばいかな今の、近づいてるかな。今映った。 OK ペッペペレペペペッペー。で土曜日です。何何も動かせない。やだ。あ、ファイナルファズライティングスコア93,824。はい。プレスエンター。あ、終わり？ちょ、待て。コンティニューとかしたら、土曜日に戻されそう。いや、まいっか。一回コンティニュー。あ、ほら、戻されるじゃん。いや、まあ、ふなふはね、毎回一周するっていう約束だったんで、とりあえず一周目これで終わりです。まあ、二周目プレイするのいつになるんだって話なんだけど、リアル1年後ぐらい。あとね、フナフのシリーズが3つ残ってるんですね。で、次何やるかっていうと多分ワールドかな？フナフワールドやりたいんですけど、一旦フナフ6の感想としては、なんだこのゲーム。なんだこのゲーム、マジで。最初の始まり方といい。これ皆さん無料なんですよ。無料でこのクオリティって何？で、多分一番無難なエンディングを選んじゃった感があるんだよな。まあいろいろ気になるところはあるんで、2週目以降、このゲームはね、多分2週目以降が醍醐味なんだと思うんだよな。だから早くね、2週目やりたい。やりたいけど、そこをぐっとこらえて、ちょっと次のステージへ進もうと思います。ということで、FNAF、ファイブナイツアットフレディーズ、あ、じゃあ、フレディ・ファズベア・ピッツァレア・シミュレーターは、一旦ここで終わりにしようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。いやーめちゃめちゃ楽しいね。めちゃめちゃこの楽しいゲームを無料で提供してくれてありがとう。スコットさん。スットコさん。ということで、次のシリーズでお会いしましょう。それではまた。バイバイ。